今回は、六七銀型の中飛車について解説をしたいと思います。えー、現在の局面は、先手が。二八玉とですね、玉を寄った局面となっております。はい、ここで、後手は4、四二銀。まずはですね、九線から解説したいと思います。で、先手は三八銀と上がります。えー1、一四歩。一六歩。 8五歩7七角、えー、7四歩とついてきたとしましょうはい、えー、前回まではですね5七銀型を解説したんですが、えー、後手が急戦できた時に5七銀と上がるとですねこの7、えー、筋がですね非常に薄いんですね銀が当然こっちに行ってしまったので角の頭が弱いので えー、狙われやすくなってしまいます、まあ5七銀と上がる差し方がないわけではないんですが、えー、初級者初心者の皆さんにとっては、えー、あんまりおすすめうーんしたくないおすすめできないかもしれないですね例えば5七銀にすぐですね7五歩同歩7二飛車などと回られたとして同じように。 4六銀と出たとしても、えー、7五飛車と取られてしまうと角の頭が弱いですよね。で7五まで飛車が来るとですねせっかく先手は4六に銀が出たんですがはいここまで銀が出ていったんですがこの飛車がですね実は横に効いてたりするので5五歩とはつけないですね。5五歩とついても同歩同銀にまあ同飛車と取られても。 同飛車、同角と進んでみるとこれ先手が銀損先にしてますのでうんこれは先手が勝てないですね苦しいと思いますはいえ5五歩といけないですし後手からは例えば先手が7八金と上がっても7六歩と抑え込むような手が残ってますのでうんそうですねまあ 8八角と引いといてこれはこれでありかなとも思うんですが苦労が必要な局面かもしれないですね例えば6四歩6七金はい金が上がって次に7八飛車と回れることができればえ7六金とですねあの後手の拠点の歩を取り返すことができるんですが6五歩などと疲かれてみると まあ同歩はまあ角交換もできますし例えば角交換して同飛車にはい6号飛車と取り返したりもう一回2二角と打たれて6六角同角同金7七歩成などとなると先手の金がこれなんか上ずってますよね上ずってる上にと金を作られてうん大変な形勢になりそうですし。 まあ6五歩に同歩じゃなくてえ7八飛車もしくは5五,五歩ですかはい何かも考えられるんですがそうですねなんかまあこれ自体ないわけではないんですがちょっと先手が苦労しそうな将棋だと思います5五歩とついても同歩同銀と進んだとしても えー、この5三の地点あたり後手の駒の方が多いですし8六歩同歩8七歩と打たれて角がですねこう下に引かされたりっていう展開もありますし、えー、7八飛車と回っても6六歩と取られて同金と取るとこれ結構大変なことになりますね、えー、7七歩成と成られて同角は、えー、6六角同角 飛車内まあ先手もですね1一角なりと取り返すことはできますがまあ3一金とですね桂馬を守っておいたり3三銀と上がられたりするとやっぱり後手は飛車金持ってますしね竜の方が強そうですね8九の桂馬とかも取られてしまいそうですえ同金7七歩なりに。 同士者と取ったとしても、これ迷いますね。例えば同士者なり同角七九士者なんていう展開になってもちょっと六六の金が負担になりそうですね。あんまり守りに聞いてませんし、場合によっては同士者に対してこちらの金を取りたいっていう人もいるかもしれませんねえ7。七五士者、まあこれ同角だと一一角なりと取って。 まあ次に1二飛車からの詰めろで、えー、振り飛車側も戦えると思うんですが、えー、8八角なりと取られてみるとこの瞬間金の丸損ですしね飛車がなったとしてもまあ景気を拾われておいても大変そうですしまあ受けの強い方なら7一金とですね竜取りに金を打って竜がどこかに逃げた時にまあ景気を取り返すとかそういう展開も考えられると思います。 ですからまあ4六銀と出ていく手はないことはないんですがまあそれほど効果があるわけではないとあんまり出ていった銀でですね大さばきできるっていう可能性も低いですのでまあ上級者有段者になって、えー、こういう手でですねまあこの7筋の攻めに対してはしっかり対応しますっていう方ならいいんですが初心者初級者のうちは 上ががらない方が良い方良かもしれませんねそこで、えー、6七銀と上がりますでそうですね中飛車相手には5三銀、えー、右と上がることの方が多いですねただもまあ分かりやすく5三銀左としてみましょうかはいまあこれに対してはどういうふうに戦っていくかと言いますと、まあ、先手のこの。 のの金をどううするかというのが鍵になりますね、えー、一番最初の中飛車の講座で解説したように、えー、5九金と寄せてですね4八金から4六歩4七金と使っていくような手もあるんですが、まあ、この角道を止める中飛車特有の戦い方を紹介したいと思います。はい7八金と上がります。 これは何を狙っているかというとまあ基本的にですねこの金はバランスを取る例えば角交換になった後にこの8筋からの攻めをこの金で守るとかえまあこちら側ですねこちら側を強化するという意味がありますまあちょっと玉から離れていくので 守りは薄くなるんですが、まあ、相手に突破されなければ、えー、守りが薄くても関係ないというのがこの中飛車の戦い方となります。で後手はここから、まあ、4二金とかですねはい6四歩と、えー、ついていく手が考えられるんですがまずはですね4二金から、えー、解説をしていきたいと思います。 えー、まあ中飛車この角道を止める中飛車をされる方にとっては、えー、基本的な攻め筋となるので、えー、この後の展開を是非覚えていただきたいと思います、えー、どうやって攻めるかはですね次回以降に解説していきたいと思います今回はこれで以上となります。